さすらい駅の片隅にひっそりと佇む忘れ物室。そこが私の仕事場です。ここではありとあらゆる忘れ物が、持ち主が現れるのを待っています。傘もカバンも100円で買える時代、忘れ物を取りに来る人は減るばかり。多くの人たちはどこかに何かを忘れたことさえ忘れてしまっています。だから私は思うのです。ここに来る人は幸せだと。駅に舞い戻り、窓口の私に説明し、書類に記入する。そんな手間をかけてまで取り戻したいものがあるのですから。春になると思い出すのは、結婚指輪を探しに来た夫人のことです。夫人が初めて忘れ物室を訪ねてきたのは冬のことでした。長患いの末に秋に亡くなったご主人は、いつの間にか落としてしまった指輪のことを気にかけていたといいます。いつもこの駅から病院へ通っていたので、もしかしたらと期待を寄せて探しに訪れたのでした。指輪は忘れ物室の常連です。どうして持ち主が現れないのか、首をかしげてしまう高価なものから、プラスチックのおもちゃまで、ありとあらゆる値段や色や形の指輪が揃っています。これだけの品揃えがあれば、夫人が探している指輪も見つかりそうです。ところが、1時間かけて一つ一つを調べた夫人は首を振り続け、とうとう最後の一つにも首を振りました。亡くなったご主人がはめていた結婚指輪は届いていませんでした。それから数ヶ月経った春のこと。ありました！と声を弾ませて、夫人が再び忘れ物室を訪れました。どこにありましたか？私は思わず身を乗り出し、夫人の手の中を覗き込みました。最短です。最短？私は思わず聞き返しました。これです。夫人が差し出した写真には、白い花が咲いていました。主人が植えた球根から芽が出て、指輪も出てきたんです。自分がいなくなった後、夫人が寂しくならないようにと、ご主人は夫人の好きな花の球根を庭に植えたのでした。その作業の最中に、病気で痩せ細った指から指輪が抜け落ち、土の中に潜ってしまったようです。おそらく球根の上に乗っかっていた指輪は、球根の芽が大地を割った時一緒に持ち上げられ、地面から顔を出したのでしょう。時間は忘れ物の敵です。忘れ物が見つからないとやきもきさせられますし、時間が経つほど忘れ物は諦められ、忘れられていきます。けれど、時間がかかったからこそ、忘れ物を輝かせてくれることもあるのでした。あの人、昔から私を驚かせるのが大好きだったんです。そう微笑む夫人の顔にも花が咲いたようでした。